見える？見えますか？はい、こんばんは。やっほー。やっほー。ちょっともうちょっとさ、こうしたい。久しぶりに配信をしました。久しぶりに配信した久しぶりに配信しました。なんとね、可愛すぎないかね。今日はロケに来てます。ロケに。でもさ、リカさ、これさ、携帯倒れてきたらさ終わるんだよね、ほらつまりスカート履いてないんだよね。だから終わるんだよね。もう終わったら終わったよだよね。リカもそう思う。配信嬉しい。そう、あのみんなにいじめられてみんなにいじめられて、ショールーム配信をあのしばらくボイコットしてたんですよ。で、今日久しぶりにやってみた。倒れないように気をつけてね。倒れてほしいくせにそういうの好きでしょ。だってなんかさ、言うことない？リカ姫に。あるよね、リカ姫に言うことあるよね。みんな一回目に言うことあるよね。いや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 、あるよね。あれ、一回目に言うことあるよね。違うでしょ、違うでしょ。え、何も変わってない？気づかない。そういう感じね。じゃあもう来月まで配信はなしだな。なんか切った。違います。え、見た目で結構変わったと思うんだけど、変わらない？あ、ほんと？髪色じゃないよ。髪色じゃない。髪色は前に染めたの。しかもそれもう言ってるし、 SNS で。くんって人が気づいてくれた。めっちゃ痩せた。
え、だよね。え、気づくよね普通。気づくよね。めっちゃ痩せたんですよ私。気づかないということで。え、動いてたらめっちゃ分からん。私ショールームのこの画面見て、うわめっちゃ変わったって思った。ノーライズアップノーライズアップです。めでたくちゃんと5キロ戻しました。卒婚の時の体重に。偉くない？はい、夢の39キロ台です。すごくない？現役超全盛期と一緒です。すごくない？40キロ切りました。イエーイ。戻しました、ちゃんと。偉いね。でもさ、よく5キロも太れたなと思わない？逆に卒婚から。なんか卒婚の時はギリ40キロ切ってなかったんよ。ジャストぐらいだった。だけど頑張ったの本当に。痩せすぎてませんよね？痩せすぎてるかもしれない、わかんない。身長156だから、まあ普通ぐらいだよね。え、156センチって割と平均ぐらいだから、だから計約6キロぐらい落とした。えらっ。だからさ、画面見た時にめっちゃ痩せたと思って嬉しくなったのに誰も言ってくれなかった、悲しい。筋トレしてますよ。筋トレ毎日してる。なんか脚力、左の股関節が悪くて脚力がなさすぎるって怒られて、トレーナーさんというか、あのいつも見てくれる方がいるんですけど、その人に「なんかリカちゃんは脚力がないね」って言われて、足の筋肉量が圧倒的に足りないです。だから太ももとかお尻とか腰痛くなっちゃったりとかするから、まあリカちゃんはもう絶対に足とお腹に筋肉つけた方がいいよ。で、人よりもつきにくいから、しっかりタンパク質をとって、こう運動をして、筋トレもして、やっと普通の人ぐらいだよって言われてってなって、頑張って痩せた。運動もしてもで、なんか全然痩せないみたいな、あと1キロぐらいが全然痩せなかったの本当に。でそれをね X に
書いたの。そしたらリプランで運動してないからだよとか言われて、何を知ってんの私のと思ってなんかダンス踊らなくなったからじゃないとかめっちゃ言われたの。どうせ太ってるおじさんにめっちゃムカついた。あれ何、お前らはいいよね、好きな時に好きなもの食べたいだけ食べれて、気にしてないもんね、その年々出てくるお腹も贅肉もって思ってめっちゃイライラした。うん、なんか運動しなよみたいな、してるんだけど、はしてるんだけど、私の何を知ってるの。めっちゃうざかったあのコメント。だからもうイライラするからツイート消した最近リプ欄にイライラして追消しするんだよね。ツイートして、今日も2個ぐらいツイートしたけど、やっぱりなんかうざいのいっぱい湧いてて消した。したんだ。なんだこれ、今日縛ってたから癖でごまいてないの。三つ編みしてたからこんな大変、巻いてるみたいだよね。巻いてないよ、こんな適当に巻かないよ。あの三つ編みしてたからゴミャニャってなってる、なってるんです。ハグリッドって呼んでください。本当ひどいよ SNS って。私もうね絶望だったもん、なんか、はあ、しかもさ、ご飯食べてないからさ、余計にご飯食べてないのね、余計にさ、なんかイライラして、え、待って、こうやって見てみて、顔の肉がさ痩せたと思わない？誰も思わないか結構頑張ったんだけど、てか見た目結構変わったから、もうインスタが漏れるの顔がちっちゃくなってインスタが漏れていっぱいあげちゃった。なんか前までは顔の加工に10分ぐらいかかってたのに、もうそんなにかからなくなって、顎を削ってみたいなやってたけど、やらなくてよくなってきた、だんだん。それが嬉しくて、痩せるって素晴らしいなと思って。そう、でもなんかめっちゃ左右非対称がね目立つようになってきて、痩せたら。そう、私左だけすごい、ここのエラが、てか顎のこの筋肉が発達してて、めっちゃね、え、なんか糸リフトやったって言われたんだけど、やってないよなんかリア友に顔見た瞬間に、え、糸リフトやったでしょって言って、やってないよ見て、やってないからいや本当にやったって言われて、やってないです。あとあれも言われた、涙袋ヒアル入れたでしょ、入れてないです入れてないですから、やめてください、人をなんかそんな整形してるみたいに。別に整形悪いことだと思わないけど、なんか頑張って痩せただけなんですよなんかひどくない、多分いじりだと思うんだけど、全然なんか笑える範囲だけど、え、本当にリプランは悲しかったの。私一番傷ついたね、リップね、私ね、めっちゃ覚えてるよ。
運動してないからじゃない？アイドルやめたらダンスしなくなるからね。運動したら。いいよ別に、なんか全然いいんだけど、良くないんだけど。でもなんかさ、すごいさ、なんか自分的には配信してない時間とかね使っていろいろやってたりしたのね。なんか本当に体質とか、あとは年で減りにくくなったお肉とかはもう本当お薬漢方とか飲んで痩せるしかないよって友達にも言われて、確かに漢方だったら別に体に無理せず痩せれるんじゃないかとか思ったんだけど、でもなんかとりあえず一回そのサプリとかの力を借りず自分で頑張ってみようと思って頑張ってたの。それなのにそんなことを書かれました。どういうと思いませんか？あとね、みんなにはね、もう一個言いたいことがある。コメントサボってたから、私あのショールームを4日 ?5 日くらいボイコットしたんですよ。寂しかった。ジム行かないんですか？ジム行かない、怖いもん男の人いるの。トレーナーさんみたいな人は女性の方で、その方にはいろいろ聞いたりはしてるけど、でもパーソナルジムみたいな感じじゃなくて、なんかなんだろう、ほんと健康管理の一環みたいな。トレーナーさん、ずっとあのアイドルの時からお世話になってる人にアドバイスもらったりしてるだけなので、本当にあの私人見知りで、そういうパーソナルジムとかジムに行って運動するとか向いてないんですよ。本当に続かないと思う、やっても。だから自分でなんか走ったりウォーキングしたり、だからなんか朝とかお散歩してます今。朝お散歩して夜筋トレしてみたいな。でなんかマットみたいの持ってんだけど、それでなんかやったりしてます。ストレッチして、でもめっちゃ怖いだな私。なんか体のリズム変えないとまず痩せないです。夜は寝てください。で朝はできる限り動いて、朝にそのタンパク質だったり筋肉になるエネルギーになるものを取り入れて、夜はあんまり遅い時間には食べないっていうリズムを作ってくださいって言われて頑張ってやってた。でも誰も気づいてくれなかった。これまた引きずりますよ私。引きずって来月まで配信しないからね。いいんですね。もうご飯は食べろって毎回言われてる。
どのぐらいの期間で、いや私どれぐらいから痩せるって言ってたっけ。じゃあみんなに言ったんだよね、明日から痩せるわみたいな。なんか意志強いねってよく言われるんですけど、自分で決めたことを完璧にやり遂げないと気持ち悪い主義なんです。だからなんか意志強いっていうより自分の信念を曲げられない。逆に弱いのかもしれない。むしろそれです、私マジそれ、人生がそれ。え、本当にそれな、それすぎて困る。なんか逆に辛くなってきて、自分が課したその十字架に苦しめられるみたい。え、でもさ、足の肉も落ちたの、だから細さは戻ったの。太もも周りとかも測ってもらったらなんか1センチぐらいってなってた。すごくない？ピーク時から1センチ太もも周りと、ウエストはあの何センチだっけ、私56センチキープで やらせてもらってます。はい、むしろなんなら卒婚の時より痩せたかもしれない。だからできるよ、もう私ができたからできる、大丈夫。なんかダイエットできませんとかよく相談来るんですよ。できる、もう運動と程よいバランスの取れた食生活と筋トレ、これで世界は変わるよ。マジで頑張ろう。私だってやっと人、普通の人ぐらい筋肉、普通の人が普通に生活してる上でつく筋肉がやっとついたぐらいの。2ヶ月ちょっとぐらい頑張ったよね。2ヶ月ぐらいだと思う、多分。さっき質問してくれた人。ごめんね、話がっちゃこっちゃ飛んで。2ヶ月ぐらいだよね、多分。みんなに言ってから、そう、筋トレ始めたのもそのぐらいからやってると思う。え、言ったよね、みんなにね、ショールームかなんかで言った気がする、明日から痩せるみたいな。2ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょいかな、え違う、だってもう12月頭でしょ、やっぱ2ヶ月ぐらいじゃない、10月ぐらいからだってやってるから、え、分かんなくなってきた、時間の感覚が分かんない。でもそれ結構短い期間で落としたっちゃ落としたかもしれない。でも私と同じメニューやるって言う人がいたら、結構本当私みたいなタイプじゃないと続かないから、初志貫徹タイプ、あのなんか自分のことを貫かないと気が済みませんみたいな人じゃないとちょっと続かないです、多分。私だから、私には、まあ、私に合ってるやり方をしただけで、多分他の人とかはもっと緩やかに痩せた方が健康にもいいし、
ちょっと私はその痩せなきゃいけないイベントが一個あったので、そのために痩せました。だから大丈夫、私が証明したから。それでみんなはもっとゆっくりできるからめっちゃいい。しかももうね、冬のこの時期って人間どうしても食べたくなるんですよ、ご飯を。もう何回さ、ケンタッキーのさ、ポットパイ大好きなの、めっちゃ我慢した、本当に我慢したの。ラーメンも1ヶ月ぐらい食べてないし、食べたいものはね、食べられてないです。ほんとなんか野菜しか食べてないお菓子も食べてないし、うん、なんか飴とか、のど飴とかぐらいかな、お菓子食べたっつっても。喉が痛くて喉弱いんですよ。だからどんどん飴ぐらいか。チートデーないね、今のところ作ってないです。めっちゃ食べる日で、え、これ気になってる人いる？いないか別にいないなら言わなくていいか。お腹空いて耐えられない時ってどうしてる？あのね、スープあったかい飲み物で、あったかいお茶とか、ルイボスティー私は飲んでたけど、あったかいお茶を2杯ぐらい飲んだらお腹たまるよ、マジで。しかも水分だと汗とかでこうすぐ外に出せるんですよ、運動すれば。だから体中にカイロを張りまくってウォーキングしてたんですけど、もう汗だくになるぐらい毎朝歩いてましたね。あったかい体を、なんか冷えると太るんですよ。だからもう本当に今の時期ダイエットマジ向いてなくて、ご飯も美味しいわね鍋とか食べたいじゃん、ラーメンとか。もうだからマジで向いてないけど、始めるなら春とか気候のが良くなってからもいいと思う。冷えると超太るよ。もうなんか脂肪って冷え固まるとなかなか分解されないんだって。だから毎日、今日もカイロお腹に貼り付けてるし、ディズニー行く時ももうこう超貼ってた。でディズニー行った時ってどうしても写真撮りたいからご飯食べるじゃん。でフードロスは良くないじゃん。でだからそうなった時はちゃんと食べてるよ、ちゃんと食べてるんだけど最後まで。でもそうなった時はもう次の日は何も食べません、マジ無これは心配されるから言ってなかったけど、チャットでは言ったかも。ディズニー行った次の日とかは完全に浮いてます、何も食べません、前の日も食べません。明日ディズニーだってなったら前の日からお茶しか飲むやばいよね。そう、ファスティングだね。だから前の日食べない、次の日食べない、
でディズニーだけだから、それがもはやチートデーみたいな感じかもしれない。でもチートデーって言ってもあれだよ、友達と行ったら日向とあのディズニー行った時も日向にケーキ食べてもらってた全部食べてくれたんだけど日向食べれるって言ったらもう食べるって食べてくれてめっちゃ可愛いよね日向が全部食べてくれて私今ダイエットしててって言って、あそうなのって、食べる食べる食べてくれたの、超優しくない？ひなたがケーキ食べてくれた。そう、ひなた可愛いよねなんかいちごのタピオカみたいなのが今あって、クリスマス限定なの、めっちゃうまいの。ティーみたいな、ストロベリーティーみたいなのあんのよ、それが超うまくて、そう、それもひなたが全部飲んでくれた。だってさ、写真撮ってさ、残すのは私の中でありえなくて、なんかロケとかも残すの嫌なのね。だからもうこの期間のふわり合いとかも、食べるのをなるべくなくしてくださいって言ってお願いして、取材だけとか。ひなたは細っこいのにいっぱい食べるから可愛いよねワンちゃんみたいだった久しぶりに会ったらワンちゃんみたいだった。そう、でもね、私ね、ロケも残せないの。もうこれはスタッフさんも言ってくれるんだけど、中井さん全部食べなくていいですよって、俺たち食べるんでって言ってくれるの、言ってくれるけど、店長さんにお話を聞いて、これはどういう材料使ってるんですか、美味しいですねって、目の前で食べてることがなんか残してしまったら他に何軒も行くよ、何軒も行くけど、そこでそのお店だけ残してしまったらなんかそのテレビで言ってることが全部嘘になりそうで、だってそれがすごい嫌なのね。これも自分の信念曲げれない病なんだけどだからなんか別に好感度上げようとかそういうこと全く思ってなくて、なんとなくその作ってくれた人の気持ちになったら嫌な気持ちになるじゃん。ああこの人テレビの前だけのなんだみたいな思われるのも嫌だし、なんか、まあ、自分のためでもあるけど、なんかせっかく作ってくれたのに残せないなってなっちゃって、なんか対面で食べてる時とかも余計になんか見られてるから全部食べなきゃって思っちゃう。でも相手は事情分かってくれてるし、多分残すのが普通だと、え、もうほんとタレントさんとかってめっちゃ残すのね、言っちゃ悪いけどなんか他のだからロケとか行ってびっくりするぐらいめっちゃ残すの、そりゃ細いよねって思うんだけど、でもなんか私は嫌で、それがめっちゃ残すんですよ。もう一口食べて美味しいって言ってカメラの前だけでやって、カットかかったらスタッフさんどうぞみたいな。それってなんか私の中でちょっと違くて、なんか本当に美味しくて伝えてるのになんか嫌じゃん嫌なの、私は気持ち的に嫌なの。多分テレビってそういうものなの、そういう人が多分生き残っていくのだけど、私は嫌で食べちゃうのね、美味しいしもちろん。だから
太るの。いやこれでも本当にそうだよ、ロケとかでめっちゃ太るもん私。一回ロケ行くだけでその日だけで1キロ太ったりするから。そうでもさ、作った人のさ気持ちになったらさ、目の前でさ美味しい美味しいって全部食べてくれる子の方がさ嬉しいじゃん。私はそうなのね、私が作ったらそうしてほしいの。なんかテレビの前だけだよね、そうだよねって悲しい気持ちになりたくなくて。そうだから残すことは本当に出されたら全部食べるが普通なんだけど、これは私のコミュ障も原因。食べてくれると嬉しい。そうだよね、だって一緒にロケしててそういう人がいたら私も気分悪いもん。なんかそういう感じねってなっちゃう。でもだからその分普段頑張らないと痩せない。最近のマイブーム何ですかって言われたらダイエットっていうぐらい。マイブームにしちゃう、それがコツ。でもね、同じく悩んでる子とかって結構 いると思うのね。で私とかも昔は食べても太んなかったから気持ち分からなかったの。なんか太るとかっていう気持ちがわからないみたいな調子乗ったこと言ってたんだけど、でも本当に太らなかった。でもなんか年々だよね、やっぱ蓄積、若い時に調子乗った分が来るよちゃんと。だからだからいくら稼いでもつくとこにはつくから頑張ろうぜっていう。そう、体質変わるのかもね。でも私半分以上お酒だと思います。もう肝臓の働きが悪くなると体の循環が良くなくなって、それってお酒のせいじゃん。そうするとこう外に出す代謝が悪くなるんですよね、循環器だから。それだとマジ人間が衰える原因マジで酒。お酒とタバコって本当に体に良くないんだなって思った。でもお酒大好きなのね。私お酒大好きなの。だからお酒がまたちゃんと飲めるように一生懸命ダイエットします。頑張ろう。いやだからお酒飲まなくなっただけで結構変わるよ、体が変わるのが分かる。ダイエットしたい人いる？この中でダイエットしたい人いる？
あのね、人がその痩せ始めるサインにしっかり気づけたら頑張ろうっていう意欲になるから、そのサインをあのちゃんと感じ取ってほしい。めっちゃ汗かくなとか、運動したらお腹すくんですよ。これ運動してもお腹すかないとか、なんかきちんと代謝されてないな、中にこもってるなっていうのが太ってる原因だから、これが代謝されるようになったら、あ、自分痩せ始めてるんだ、もうちょっと頑張ったら本当に痩せるかもしれないってちゃんと思うことで、よりスイッチが入るので、その痩せ始めの第一歩を見逃さないことがやっぱ一番大事ですよね。人間やっぱ気合ですから。クマさんいる？いつからいた？なんか遠くにいて見えなかった。誰？クマさんくれたの、ありがとう。サンタクマがいる。え、しかもここにメリークリスマスって書いてあるじゃん。ティンクさん、ティンクさんありがとう。リカちゃんいいこと言う、いいこと言ういいこと言ってないよ。口開いちゃうコメント見てたら口開いちゃう。昨日ナイターでゴルフしたら脂肪だけめっちゃ冷えてるの感じた。体を温めてください。冷え性の人は太ってる人多いらしいですよ。私めっちゃ末端冷え性なの。最悪だよね。今日のアイメイクかわちい。いつもと一緒なんだな。なんとね、冷え性つらい。だからね、あれしてる、腹巻きして、ジェラピケのモコモコの腹巻きして、カイロを貼りまくってます。でもなんかウォーキングとか歩く、ただ歩くだけでもいいんだけど、目的地まで歩きますとか、なんかあとは走るのもちょっとやっぱ厚着して、暑いかもぐらい着てやって、汗かいてる方が痩せます。え、正直私これで一番痩せたと思ってる。え、そう、でもなんか懐かしいなと思った。 MV の時とかさ、寒い時の MV って体中カイロの鎧を貼り付けたぐらい鎧貼ってたのね。マジで肩2枚、腰まで、肩この肩甲骨下あたりから腰にかけるまで3枚で、お腹に2枚ひどい時スカーツの内側に2枚みたいな。貼ってたね。
マグマ回路おすすめで、あれめっちゃ熱くなるよね。持ってる持ってる。なんかさ、イヨボヤ会館のツイッターフォローしてるんですけど、なんかイヨボヤ会館が雪が降ってきたってつぶやいてて、村上すげえとなった。暖冬とは言えね。でも富山も氷降ったんで、なんかこれぐらいの美味しそうなアイスボックスみたいなの作ってきてた。アイスボックスって思ってた。冬だね。寒くなったね。イカ姫はサンタさん来る？サンタさん来るかな？サンタさんが来ますように。26歳児のもとにも。でもさ、リカ姫いい子にしてると思うんだよね。どう？いい子にしてるよね、リカ姫。ちょっとサンタさん来るように一緒に祈っといて。リカ姫にもサンタさんが来ますように。リカちゃんのもとにサンタさんが来ますように。ナムナム。ナムナムやで。ご希望の品を持ってきてくれるかどうか。ちょっと待って、ナムナムってめっちゃ仏教じゃね。サンタさんってあれよな、キリストの。クリスチャンの。ナムナム言うてもてるから、ダメですダメです。なんか異色のコラボレーションさせちゃった。サンタさんが来ますように。みんなの元には来るよ、10日にリカ姫サンタが。いらん、いらんか、別に別にいらんか。あれ10日だよね、お話。リカ姫サンタが来るよ。でも
いい子の定義って何？何をどうしたらいい子になるの？いい子になりたい、リカ姫。やばい、歌って悲しくなってきた。よく見て素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て、世界中取り囲う、なんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた、何に使うものかも知らないの、名前も。ねえ、これ欲しい？20個もあるの。あ、リップはデイジークの14番です。ちょっと韓国語で読めません。こちら、だけど足りない何か、人間の住む20個。これは20個はないですね。リップは20個ぐらい多分家探せばあるけど、リカ姫はどうしてそんなに顔が可愛いの？入れんなの分かってます。顔可愛いかな、メイクでごまかしてるよ。デイジーク、リップたくさんあったら困る？リップなんて何本あってもいいですからね。だって毎日違う色つけたいもん、リカ姫。かわちぃ！リップって持ってるだけで気分上がる。だから同じようなやついっぱい買っちゃうんだよね。ストーリーでこと言ったらディオールのハイライトは品番も教えたし、え、めっちゃ一番イエベ春っぽいやつだよ。ちょっと取ってくのだるい。遠くにあるからね、取ってくのだるいんだけど、一番イエベ春っぽいやつ。4色のやつ、そう。そして歩く、なんて言った？道、違う、どこを歩くんだっけ、道、なんて言った、あ、足。なんでもできるわ、ここを出て、サンローランのリップは好きですか？サンローランのどれ？いっぱい種類あるよね。ルージュボリュブテですか？なんかそんな名前のやつだった。
あれいい匂い、うまい。サンローランのリップ、金色のケースに入ってる。そんなんなんの？知らない。可愛っぽそう。消耗品ですからね。最近はでもこれです、粘膜リップ。これめっちゃいいよ。味はね、味わってみるね。今注意深く味わってみるね。はい、桃？いや、洋梨？なんかフルーティー、美味しい。食レポとしてはもうなんかさ、リップ食いすぎてさ、私人生の中で仮装したらさ、骨ピンクになって出てくんじゃないかと思ってんだよね。色ついちゃって。そう、薄ピンク色で出てきそうじゃない？そしたらちゃんと一本一本にリボン巻いてね、サテンの白いリボン巻いてね。それでお骨ついでは、お骨ついではレースとリボンとパールで装飾して、お墓はハート型にして飾るお花はガーベラにして、なんかさ、仏花とか飾らなくていいよ。なんかその仏壇用みたいなやつとか飾らなくていいよ。菊とかじゃなくていいよ。もうほんとガーベラとかかすみそうとか、かわいいやつにして私のお墓参り来るときはかわいいお花にしてください。しかも白かピンクじゃないと許さないからね。バラだったら赤でもいい。ピンも備えます。あ、ちょっとそれはちょっと違う、解釈違うピンもは備えなくていい。そんな死んでまでエナジードリンクでエナジーを補給して、あの馬車馬のように働かされたくない。そう、私にそう、何がいいかな、恵比寿のビールとか芋焼酎芋焼酎備えてくれ、頼む。
悪用のウィルキンソンも置いといてほしい。ウィルキンソンかペリエ頼むね、お願いね。うちのおじいちゃんと一緒だよもう一回割るようなやつも。あと私は桃が好きだから、桃も備えて、夏は桃、冬はイチゴ、梨も好き。うん、バナナはチョコレートホイップかかってないと食べれないから一口サイズに切ってチョコレートホイップかけてきて死んでからもわがまま死んでからもわがままなんですよね、実は。ディズニーフードもね、確かにミッキーワッフルミッキーワッフル食べたい。でも今食べたいものたくさんある。ケンタッキーの、食べたいけど食べられないしばらくは。多分12月中旬ぐらいまでこれ続くから、みんなつけてね。深姫、12月は相変わらず忙しくて泣きそう。なんでこの月ってさ、なんかやめたらさ穏やかに過ごせると思ってたのにさ、そんなことなかったマジで。休養ではなかったのかねえ。てか休養するってさ言ってたよね、夢じゃないよね、なんか一応確認なんだけど言ってたよね。言ってたよね、そうだよね、おかしいな、おかしいな、ルルルル。いや本当に
言ったよね、夢、あれ私が見た夢と混同してる。最近なんか事実が疑わしくなくて、あ、私言ってないかもしれないと思って みんなは元気でしたか？ここ3日間ぐらい私はショールームをバイコットしてたんですけど、元気でしたか？元気だった？カメがいない間いい子にしてた？いい子にしてないとサンタさん来ないよ。この2日間ほど高熱はだ…大丈夫？死んだように生きてました。大事だったでしょ私の配信ねえ、大事だったよね。なんでじゃあコメントくれなかったの？どうして？ねえ、どうして？失ってから気づくでしょ。みんなそうなんだよね。大切なものは失ってから気づくんです。もはや依存症です。それならばよかった。やっぱみんなにありがたみを分かってもらわなきゃなと思ってたので。リール見てくれましたか？ジェラトーにしたの。
ベレー帽似合ってた？嬉しい。ジェラトーニ、ジェラトーニってあんまりしたことない。一回ぐらい昔やったことあるかも。ジェラトーニが一番好き。猫ちゃん、猫カフェも行ったよ。猫カフェちょっとお待ちを。トゥルントゥルン。はい、今日は顔が見れるのはここまでとなります。電池の場所が遠くて。電池の場所も遠いし、全部遠い。はい。はい。どうせほらラジオ配信になったらまたコメントしなくなるんでしょ。全員私知ってるんだから。いやいやそんなこと。じゃあいいよ。今日も可愛かったです。何でもお見通し。そう、でかい目は何でもお見通しなんですよね。インスタのクマさんも大好き。6枚目の写真可愛すぎです。ありがとうございます。そんなそんなそんなことないですよ。猫ちゃん、にゃん様かわいいよね。猫って本当にかわいいなと思った。え、しかもさ、リカのさ、お膝の上に乗ってきてさ、落ち着いて寝始めてさ、え、ここで寝るの？気づいたら1時間半いたんだけど。1時間半いた。
うん、鼻水をズビズビ言わせながら、私一応猫あれね、ちなみに。でしかもなんかその後遺症でまだ未だに左目がかぶれてて、中が、あのもう目立たないんだけど、メイクしてたらまぶた食ってあげたら、なんか目の眼球の内側の膜みたいなのがしょぼしょぼなんだよね。え、写真あげてないっけ。あ、その写真はあげてないのか。なんかね、お膝の上で寝てる写真もあってね。あ、今チャットに送ってあげよう。じゃあめっちゃ可愛いから、これ見て。あー、これあげてないんだ。あげたと思ってた。ちょっと待ってね。この子がね、寝たの。このあとここで落ち着いて、私サテンのさ、ワンピ着てたのね。サテンのワンピ滑るじゃん。何回か落ちそうになっててさ、だから押さえてあげてたのね、顎を。そしたら見事に顎を気にされて、そこでスッって寝た。え、ここで寝るの嘘でしょっつってびっくりした。今送ったよ。動画あるかな。これか。めっちゃ可愛いんだけど、この子。ゆかちゃんと言ったんだけどさ、ゆかちゃんゆかちゃんも猫みたいだった。かわいいよね。しかもさ、お膝の上に乗ったままめっちゃ上目遣いしてきてさ、何って言ったらさ、なんかそこに来てる常連のお客さんが、あ、それね、撫でろってことだよって教えてくれて、私はだから鼻水をズビ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 ってなりながら、かわいいねってなってた。うん、坊ちゃんみたいな、かわいいね。マジでマジでマジで。かわいい、この子。ずっと膝にいんの。にゃんにゃん、かわいい。でもどうしても猫に会いたくなる時ってない？私はあるの。だから会えて超嬉しかった。
でもさ、猫って気ままだから、気の向くままに生きてるから、なんか空間を邪魔できないのね。でも私の空間にはズカズカ入ってくるところがズーズーしくて可愛いよね。わかる？言いたいこと。なんか邪魔しちゃいけないかなとか、今撫でちゃいけないかなとかさ、めっちゃ気使うのにさ、こっちは。なのにさ、もう猫がさ甘えてきたら不可抗力じゃん。わかる？超かわいいの。うん。で、あと私のスカートをガジガジ噛んでた。食べても、噛んでもいいけど食べちゃダメってずっと言ってた。そう、飲み込んだら悪いから、だからガジガジしてもいいよ、それ噛んでもいいけど食べちゃダメってずっと言って、猫ってかわいいよね。リカちゃん猫に好かれるよね。あんまりわーって動いたりしないからじゃない。女の人の方が好かれる傾向あると思う。なんかおとなしくてこううるさくしない、うわーとか急に言ったりしない、びっくりしちゃうから。猫ちゃんおとなしい子好きだよね、猫ちゃんってね。みもちゃんは手術を、おお、めっちゃでも人懐っこい猫ちゃんたちでした。かわいい。画像来た、カーチすぎる、かわいいでしょ。超落ち着いて寝始めて大丈夫かなって思ってたら可愛いよね。ずっとここにいるの。写真撮ろうが、ちょっと動いて他の猫と遊ぼうがびくともしない。先生、動けません。可愛すぎて動けません。つって言ってた。
この子最初私に鬼のイカ耳してたのに、イカ耳って警戒してますよあなたのことってことなのね。耳を外に向ける。でも気づいたらこうなってた。すごいやばい、警戒されてるって思ってたの。かわいいよね、にゃんこ。神様絶対絵と間違えたって思ってそう。猫、牛、トラ、ウにすればよかったのに。ネズミにしちゃったから。ムフムフしたい。かわいいよね、猫ちゃん。また会いに行きたいな。なんか当初行こうとしてたカフェから近くて、近くにあったから、あそこ行こうよって言ってゆかちゃんとデートしてきました。うん、初めて行った。ワンちゃんも好きだよ。ワンちゃんはね、あのマルチが好き。かわいい。猫ちゃんって結構自ら近寄ってきてく、うん、近寄ってきてくれるし、遊んであげたら来るよ。ずっと私は携帯の光を追っかける猫ちゃんがいて、反射してるね、携帯の光をずっと追っかけてて、あ、めっちゃ追っかけてると思って、その子ともずっと遊んでた。ダックスとヨークシャテリア、お、いいね、かわいい。ゴールデンレッドリバー好き。あ、大きいワンちゃんかわいいよね。野良猫との喧嘩したせいでミモちゃん出世。そうなの。でもね、野良猫ちゃんは野良猫ちゃんで生き抜くことに精一杯だからね、許してあげて。ニモちゃんもね、かわいそうだけど。でもさ、野良で生きてる猫ちゃんとかって本当にすごいと思う。私ただでさえこんなに生きにくい世知辛い世の中なのにさ、物価は高いわ、人はうざいわ、なのにさ、なおかつ野生にいるわけでしょ、その猫ちゃんは。そう、言葉が通じる人間同士ですら生きづらい環境をお互いに作り出すのに、猫ちゃんなんてすごいよ。だから
寒くなったらうちに来るように言ってる。山の中で、ん？山の前で見ましたな。野良猫ね、たくましいよね。なんかその寒いとか暑いとか気候にさ、やっぱ左右されるのもかわいそうだし、食べ物とかね、世界の猫が幸せになってほしい。私は猫が好きだから。我が家の猫は2匹元野良でした。お、そうなの？保護猫ちゃん？飼ってた猫ちゃんが天国行ったけど、野良ちゃんがいっぱい来るから嬉しい。かわいいよね、猫って。でも行けてよかった。ずっと行きたかったから。私猫欲を満たしたすぎて、動画見てるだけじゃ済まなくなってきて。そう、行けてよかったよ。はあ、眠い。あったかいと眠くなるよね。この話聞いて私の猫欲が上がったよ。そうだよね、こんな話聞いたらね。でも私最近食欲を猫欲に換算してるかもしれない。でもみんなはおかしいよ、それは。リカ姫欲はどこ行ったの？もうなくなった？リカちゃんに会わないと死ぬみたいなさ、その感じは？リカちゃんにそろそろ会わないともう無理だ、限界だ、リカちゃんはどこにいるんだ、会いたいよってなるあの気持ちは？ねえねえねえ、リカ姫欲は天井を越えましたって何？限界突破してます。え、それ限界突破したらどうなんの？限界突破してしまったらどうなるんですか？その慣れの果ては。
臨界に来たら爆発します。ゾンビ。いやまだね、みんなね限界に達してないよ。そんなこと言ってるってことはまだ大丈夫だよ。そう、だって私だったら推しがいて会えない状況だったらどうなるかな。会いたい、我慢できない、どうしよう、会いたいよ。とりあえず生写真食べ、生写真食べるわ。うん、生写真食べ始めると思う。みんなまだそこまで行ってないでしょ。でまだまだだね。私だったら生写真をもう食べる。おお。生写真もったいなくて食べられません。ねえねえ、なんかさ、あのさ、ラッフルくじみたいなやつ届いた？みんな写真あげてて、ああ届いた人は届いてるんだと思って嬉しかったの。漏れてた？どう？どうだった？そんなに？ステージ車だから別になんか、なんて言うんだろう、ステージの写真ってむずいよね。その照明とかさ、すべて表情とかすべてが噛み合わないと漏れないじゃん。お目当てのものはありましたか？大丈夫でしたか？思い出が詰まってた。よかった。そう言ってもらえて何よりです。嬉しい、そんなこと言ってもらえるなんて。嬉しい、いいよ。うう、早く会いたくなっちゃうね。なんかさ、ちょっと本当言っていいかわかんないんだけど、あのくまさんのさ、オムライス食べに行ったじゃん。あれどこだっけ、なんか何やらかんやら、ちょっと私東京詳しくないんでわかんないんですけど、なんかそこでなんかこんな大通りにこんな可愛いカフェあるんだねって入って喋ってた、ゆうかちゃんと。そしたらなんかどっかで見たことあんなみたいな女の子入ってきて、でまあそのなんかアイドルファンだろうなみたいな、その生誕ティーみたいの着てて、でも NGT の子のやつじゃなかったから、あ
なんかももクロかな、ももクロの子の生誕T みたいなの着てたから、ももクロファンの子なのかな。でもなんかどっかで見たことあんなと思ったで、私は私のファンだったら絶対覚えてるし、うんって思ってて、でそしたらなんかアクスタを出し始めて写真を撮ってて、あ、やっぱりアイドルファンの子なんだと思って、そうで、挙句の果てにはフリフリのついた生写真ケースを出し始めて、それのなんか裏からちょっと透けてって私見えたんだけど、すぐのファンだってなって、そうつぐちゃんの生写真持ってて、そんな偶然あると思ってそう、なんか見たことある背景だなと思って、あ、うちの黒板じゃね、あれつぐみじゃねってなってつぐのファンだと思ってびっくりした。うん、向こうは気づいてたかわかんないけどね、私は気づいたよ。めちゃくちゃ本人気づいてましたよ。へっ、悪口言われてなかった、大丈夫、マジうるせえあいつらって言われてなかった確かにうるさかった、とても。めちゃくちゃ喜んでました。あー、よかった、いい子でよかった。そう、私なんかどっかで見たことあるなと思ってずっとガン見しちゃって、なんかそれがすごいなんか睨まれてるとか思ったかなと思って、ちょっとなんか後で後悔したんだよね。そんなことないの、なんかどっかで見たことあるっていうなんか引っかかりでずっとガン見しちゃって私の向かいの席に座ってたから、んーと思ってめっちゃ見ちゃったのね。それがめっちゃなんか態度悪かったかなと思ってちょっと反省してた それは実際見ちゃいそう、うん、やっぱクラクラのファンは現場で何回も見てるからわかるかも。てかそんなこと言ったら NGT のファン、私のファンじゃなくても結構認知してる人いるからな。でもみんなが思ってるよりステージからめっちゃ顔見えるからね。記憶力すごい。
いや記憶力とかじゃない、もうね、えでもなんかこれ確実に言えるのはもともと備わってる力じゃない、多分なんかそのやっていくうちに身についた力だと思う。これはでもリカが一番嬉しいのは、なんか私が他のところ見てる時も私のことだけ見ててくれたなこの人って思うぐらい視線を感じる時とか、あとはなんか一生懸命その目で追ってくれてる感じがやっぱステージからでも感じられるから、なんかそういう子はすごいなんか可愛いなと思って見てる。2割は大体そんなんじゃないでも逆に他の子見ててもわかるけどねあ、目そらしてた今って見えたりする。ステージやりたいな、久しぶりにダンス踊りたい。歌は歌ってるからショールームで。ソロコン、ソロコンしていい？いい会場ないかな？キャパ100人ぐらいのこじんまりとしたところ。うん、会場があったらできるけど、ツアーはしない、だるいごめん、ツアーはだるいからしないわ。キャパ比較的小さいよね。うん。小さいところがいい。100人。100人くらい。で、1回だけ。疲れるから、だからもう外れたらごめんねって感じ。
プレミアライブだ。もう私が選ぼうかな、抽選。あ、この人はいい、この人はダメ、この人はいい、この人は来ちゃダメ。よし、これで100人って。落選したら泣きます。神だった。2回目が選びましたって言っちゃおっかな。だからあれだよ、日頃の行い系だよ、みんな気をつけてね。ひぃ、リカちゃんが選んだなら文句言えないよな。そのうちあれだよ、え、誰誰さん来ないの、なんでって、なんか申し込んでないのに当選のお知らせ行く人とか。仕事休めとかって書いて、おい、俺仕事だから申し込まなかったんだけど、えみたいな、なる、そういうことになるかもしれない。招集命令で草来なさいの圧。そういう人がいるかもしれないよね。仕事？そんなもんは休め。有給ちゃちゃちゃ、有給ちゃちゃちゃってやるね。行かせていただきたい。いや、それはもう日頃の行いだって。日頃私のことを思い、敬い、したい、好きでいてくれる優しいファンの人、これが応募条件です。出禁だから速攻落選だ。ざわみろ。絶対に落選させてやろう、お前なんかは。落選が確約されてるよ。よかったね、おめでとうございます。質のいい当選者しかいないだろうか、存ってます。そうでしょう。確かに安全保障上もいいですね。確かにみんなが平和に終われるよ、そのイベントだった。抽選ね、最高だね。でもそういうイベントしたいな。なんか、いや、私が選ぶとかじゃなくて、なんかちょっとちっちゃい規模のライブみたいな、なんかそれだったら気負わず楽しくパフォーマンスできそう。なんかさ、大きいコンサートとかだったらさ、集客ノルマがこれだけでとかなるじゃん。そういうの嫌なんだよね。なんかもっとラフに楽しみたい。なんか一人一人と会話できるぐらいの距離で、ちっちゃい箱で、なんか公開ショールームみたいなライブができたら楽しくない？そういうのやりたいなと思ってるよ。だからそのなんか派手な演出とかはないかもしれないけど、
でもなんか卒コンで使い果たしちゃった。卒コンさ、卒コンでさ、やりたいこと全部押し付けてさ、それでこれとこれとこれとこれがこうやってやりたくて、こうやって出てきて、こういう演出にしたいです、あとよろしくってやったからフローラきっと今お金ない私のせい、ごめんね。いや、売り上げは結構あると思いますよ。そうかな。楽しかったな。2023年、私にとっては結構ターニングポイント、すごい幸せな年になりました。来年はぜひ、イケメンを見つけたいなと思っています。そろそろ心の整理をつけて前に進みたいんですけど、でもなんかまだそのなんか後遺症みたいなさ、アイドル後遺症みたいなさわかる？なんか若干あんのよ。それが治らないとやっぱ私は結構もうしんどいかも。なんかこれ説明が難しいんだけど、私環境変わんの嫌なのね。ガラッと環境が変わったり、そのなんだろうな、今までと違う人と関わるみたいなのがすごい嫌なので、なんかそれはもうや、その卒業する前からずっと言ってたのね、その周りのスタッフさんとかに、私環境変えたくないんですよ。だから一緒にお仕事する人たちも今までと変わらないし、関わらなきゃいけない人たちも今までと変わらないし、私がどれだけ休んでこうなんだろう、うん、心が元気になったら戻ってきても、あの時と変わってないなって思える環境がいいですって言ってて、でもさ、まあ卒業したからには少なからずちょっとずつ変わっていくじゃん、環境とか周りのことが。だし、まあ住むところだったり、なんか活動の範囲とか変わってくるじゃん、やらなきゃいけないこととか。そうするとやっぱりね、ちょっとずつ変わってるにしろ、やっぱ変わったことについていけない自分がなんかこう取り残されてる後遺症、わかる？言いたいこと。なんかアイドルを卒業してるって自覚はあるんだけど、こうなんだろうな、まだ気持ちがその変わっていくことに追いつけてないみたいな。だから逆に
ガラッと変えた方が良かったのかなとも思ったんだけど、でもそしたら今よりもっとひどいそのなんか反動が来てたんだろうなと思って、今この徐々に変わってる状況でもそうなってるのに寂しいなって思う気持ちとかも含めてね、それは。もちろん自覚してるよ、卒業したってのも分かってるし自覚はしてるんだけど、癖とか考え方とかがやっぱちょっと抜けない、まだ抜けないなって感じ。だからイケメンを捕まえて心の支えが必要なんだと思うんです、私は今ね心の支えが必要、その変わることにおいて誰かその支えてくれるパートナーがいたら話が変わってくるかもしれない っていうことで、さっきの話ね急にそのイケメンと付き合いたいぜって言い始めたじゃなくて、こういう経緯があるよっていう話を言いました。おい、それは違うと思う。いや違くはないよ、だってもう卒業してるんだもん。お前らにとやかく言われる筋合いはない。ただ、ちょ、一個聞いて。一個聞いて。だからそこにモチベが裂けないのよ。わかる？本当は裂かなきゃいけないんだろうけど、年齢的に。そこにモチベが裂けないの。私の中の。その、100あったら、100% で今あることに取り組んじゃうから、そう、なんかそういうことに避けなくて今困ってるわけ。そう、なんかでもさ、違うと思うとか言ってる人とはさ今後さ付き合うことはないよね、え、分かってる？そこだけちゃんと感じておいてねなんか裏切られたとか言い出すじゃん。裏切ってないから全く。あと多分好きな人できたら言うだろうし、あー好きな人できたんだよね、リカ姫、ふふーとか言って。全部言っちゃうからねなんかそのさあ、決して私の中では、これだけは本当に分かっといてほしいのが、決して私の中では裏切るとかそういうつもりじゃないのよ。そう、なんかイケメンかっこいいとか言っててもあのさ、それ分かるでしょ、私の気持ち。分かんない？普段から私のことを見ててもなお裏切られたと思うタイプの人たちなんかもしもじゃあ誰かそのそういう人がいたとしても、その裏切るとかっていう感覚は全くなく、違うベクトルの愛が2割にはあってっていう感じだと思うのね。分かんないよ、できたことないからだからなんか全く裏切ってる気持ちとか、そのなんかはマジでない。そう、悪気ないんですよだからなんかどうしたらいいんだろうって。そう、わかるよ、そのなんかガチ恋してる人たちとかにはなんかそのなんて言うんだろう、申し訳ないとは思わないけど残念だったなとは思うけど
残念だったな貴様らとは思うけど、ただその勘違いしないでほしいのが、そこにもちゃんと気持ちはあるわけで、大切にする。だからなんか全く別物として考えてるなっていう、私の中でもそこが一個線引いちゃってるから、そこがやっぱみんなとの考え方の違いなのかもしれないけど、そう、なんかそう、その残念だったなって思うだけで、これは全くそう、なんか卒業後よくあるじゃん、なんかオタク切りみたいな全くそんなこと思ってなくて、むしろ一生お世話してください。だって死んだ後の花の世話の話までしてんだよみんなに。だから全くそんなことは、マジで思ってなくて、むしろ一生お世話してくださいっていう気持ちだし、こっちから頼むぐらいのレベルだし、幸せになってね、ありがとう。え、じゃあ幸せになるんだよみんなと一緒にみんなと一緒に。え、これは本当に変わらないの。なんか私が誰かと結婚して私だけ幸せになります、イエーみたいな感じでは全くなくて、あの私の幸せは貴様らの幸せっていう考え方だから、わかんない、そこがもしかしたら認識が違うかもしれないけれど、これね一生伝わらないんだよね私の気持ち。伝わってる？え、なんかお前の幸せは私の幸せ、私の幸せはお前らの幸せみたいなことだと思ってて私はね。え、でも結構まっとうな考え方だと思うんですけど、これ違いますか？アイドル失格？そんなことないよね。まあ、元アイドルだしね。うん、だからなんかそのなんていうんですか、結婚したからさようならみたいな、それではまた来世に期待してくださいみたいな、そういう感じじゃなくてなんか全くそんなことは思ってないって。あなたたちはあなたたちで私のことを支えなさいよねって感じなんだよねだからなんかバイバイって言って結婚しますとかはないと思う普通に。むしろ結婚後の愚痴をみんなに言いたいぐらいのレベルなのに、なんかそれで離れていく人って結局その程度だし、なんかそういう運命だったんだなと思うしかなくて、私からしたらいつも私は待ってる側だからね、みんなのことを。うん、ただそのなんか言いたいのはモチベが裂けないこのまま孤独に死んでいくかもしれないから、そうなった場合もちゃんと見届けてね。あ、リカちゃんって幸せになれなかったんだって思っても見届けてね。だからこの場合も私の不幸はみんなの不幸、みんなの不幸はみんなの不幸みたいな感じだからえ、そうそう、みんなの不幸多いえ、そうそう、だからあのそうなった場合は残念だったねって見守ってくれてたらいいし、え、そうなった場合ですら距離感は変わらないと思うから頼むねっていう、死ぬまで。でもエネルギーがないな、なんか
そうやってこれを話するとき毎回こう言うけど本当にないのよ。もうなんかあれもこれもしてで、そんなとこにも意識割かなきゃいけないって考えたら結構気が遠くなるんですけど、私だけですかね。まあ、ただちょっと若干もったいない気はしてる。こんなに可愛いのに誰にもそのなんだろう 100% の可愛さ出せないわけじゃん共にいないから。わかる？言いたいこと。この若いうちの可愛い、こんなに可愛いリカ姫を 100% 出せる相手がいないってマジもったいないな思わない？思わない？わかる？だって若い子って可愛いのって今だけじゃん。その年取っても努力したら可愛くいれるかもしれないけど、たまに相手になくて言い合ってってるけど、どういう意味なんだろう。あーでもジンクスじゃない？私結構それだけど、なんかつける指によって意味変わってくるんですよ。願いを叶えるとか、なんかその何、金運アップとかいろいろあるんですよ。ジンクスだと思う。私それだよ。あんまり、しかもそのつけてるやつなかなか買えないのも、なんかいろんなことを共にするアクセサリーってなんか身代わりになってくれるんだって。そういう私スピリチュアル好きだからさ、あれなんだけど、例えばネックレスちぎれたりしたら、大切にしてるいつもつけてるネックレスがちぎれたりしたら、自分が事故に遭うはずだったのをこう身代わりになってくれたみたいな感じらしくって、そうだからなんか不安な人ほどアクセサリーつけるらしいんだけど、私今指と腕と首で3つついてるから3期分ある。そうそういうことなんだよね。私は結構それかも。でなんか例えばすごい頑張って大きいお金が入りましたとかってなったら、それを物に変えておくと思い出になるじゃん。だからそういう節目節目で変えたりはしてるかも。うん、ただなかなか変えないね。こう寝る時もお風呂入る時も一生つけてるから、なんか何かしらで取ってくださいとかって言われない限りは、病院とかねずっとつけてるかも。今年ちぎれてショックだったけど、そうだよ、身代わりになってくれたんだって思ったら結構なんかそう。あとなんかミサンガとかもそう言うじゃん。私耳開いてないからピアス耳につけれないっていうのもあって、イヤリングはよくするけど、だから逆に耳で遊んでるかも。イヤリングだけで遊ぶ、あとはもう決まったものをつける。取るのがめんどくさいっていうのが一番なんだかんだ言うてますけど、取るのがめんどくさいんです。うん、この前お茶碗割れて身代わりになってくれたと思って。でも聞いてください、
私のずっとつけてたネックレス、お花の形のやつが卒コンのリハしてる時にプチってちぎれたので、安藤さんに一目散に安藤さんのところ行って、ちぎれたから直してって言ったら直してくれたんだけど一目散に安藤さんのところ行って直してちぎれたって言ったら直してくれたんだけど、うん、安藤さん何でも直せるから、多分骨折しても直してくれると思う だから今私の命があるのは安藤さんのおかげなんですけど、うん、壊れたら全部直してくれる。そう、しかも結構華奢なネックレスだったし、なんか部品も細かくてあれだったのに、ペペペペって直してくれて、さすがっすねっつってペンチがあれば治るよって言われて、嘘でしょ、こんな細かいのにっつって、いや、そう、安藤さん何でも屋さんでもめっちゃずっと2年3年ぐらいつけてる、結構長いことつけてる大事なネックレスだったから、今もつけてるけど治ってよかったと思って。そうだから、そのなんだ、指輪してたりネックレスしてるから彼氏いるんだってとか彼女いるんだって考えるのは結構浅はかかも。私みたいにジンクス信じてる人とかはそういうのつけたりするかも。もう一種の武装なんだよね、これつけてたらなんか運気上がる気がするみたいな、これずっとつけてるからなんかないと居心地悪いなっていうか、なんかそのなんていうの、落ち着きがなくなるなみたいな、そういうのが結構あると思いますよ。うん、まあでもそう思うのか、アクセサリーつけてたら誰かからもらったのかなって思うってこと？一概にそうではないんじゃない？わかんないけど、長くつけてると思い入れもあるよね。うん、そう、結構なんかこの時にもつけてたとか、ここにも一緒に行ったしとか、なんかそういうのが出てくるから、なんかアクセサリーだけじゃなくてバッグとかもそうなんだけど、なんかここに一緒にお出かけしたなとか、そこに物にやっぱ思い出が宿るから、そう、私みたいになんか作品に残りますみたいな人とか特にじゃない。うん、この時の MV にもつけてたからこれをつけたいとか。自分へのご褒美というパターンも、うん、でもなんか逆になんか、うわ、あいつ指輪つけてるから男いるんだって決めつける方がキモいかもこの時代において、女の子はこの気持ち分かってくれると思うんだけど、うん、なんか自分がこうだから人もこうみたいな感じで多分決めつけちゃう人なんだろうけど、
そんなことないよっていうこの時代においていろんな人がいるからね。なんかだから私は割と違うことは違うとか、これはこうとかって言うタイプだからいいけど、言わないことかって勘違いされやすいんだろうなと思ってる。友達おばあちゃんの肩焼けたアクセス、そうそう、しかもさ、そういうのってさ、なんかわかる、自分だけの思い出にしたい場合もあるじゃん。なんかだからなんか誰々からもらったとかってわざわざこうひけらかすものでもないしみたいな。家族にしたって友達にしたって自分で買ったにしたって、なんかそのわかる。その誰かからさプレゼントでバッグもらいました、それをさなんか誰々からもらってとかってわざわざ言うもんじゃなくないと思っちゃうんだよ私。なんかもらい物なんだよねぐらいは言うかもしれないけど、でもまあいろんな考えの人がいますからね。私はなんかまあ割とちょっとそのみんながもしかしたらそういう憶測で焼き餅焼いてくれたらいいなっていう邪念は少しあったけど全然そんなことはない、ただのジンクスでずっとつけてるだけなんだけどだからなんか前に説明したことがあるんですよ、こと細かく。だけどもうこれ一回しか言わないよ、あとはみんな勝手に言っといてって言ったことがありますね。うん匂うなって思う人は勝手に買っとけばいいじゃんっつって、焼き餅焼いてくれたらいいなっていう気持ちは少しあるから、気にしろっていう細かなことに気を配れ私のって言った記憶がある確か配信で。これは誰々からもらったもので全然そういう意味はないんだけど、でもちょっとは焼き餅やとシークラもこれ以降言わないねみたいな感じで言った気がする。そう。でもさ、そうなったら自ら鍵に来てるやつが悪くない別に匂わせてるわけでも何でもないのに勝手に匂ってるだけじゃん。まだか私はもうこれ以降は言わないってその時言ったので言いません。燻製みたいな燻製？リカ姫の燻製？なんかまずそう、
思いたいやつには思わせとけってやつ。うん、私はそれを手玉に取ってニヤニヤするだけだから。でも一回説明はしてるからちゃんと、それだけはちょっと本当念頭に置いてもらいたいというか、うん。あら、もう10時半ですね。充電もたまらず。結局ラジオ配信で終わりになっちゃいますけど。早いね。もう2時間経った。はーい。ということでね、そろそろ終わりますね。あの皆様の態度次第で今後の配信はちょっとボイコットを続けるかどうか、今日はちょっと気まぐれでやってみたんだけど、気まぐれロマンティックみたいな感じでやってみたんだけど、はい、あのみんながいい子にしてたらまた配信を再開しますが、ま、なんかやっぱ腹立つなと思ったらボイコットを続けるので、みんな次第ですね。これは配信が見たいよっていう声が、今日の配信楽しかった、また見たいよっていう声がたくさんあれば配信したいと思います。え、そうてか私配信でやりたいことたくさんあるんだよね。ちょっとあのダイエット終わったらフルーツ飴リベンジしたいし、映像ありで食べるのをね、そうしたいし、あとねあのあれやりたいんですよ、あのプレゼント開封溜まってんの家に溜まってるからそれもやりたいし、でオレッチさんのお手紙音読もしなきゃいけないでしょ。やらなきゃいけないことたくさんあるのにみんながボイコットさせるから全然できなくて、ちょだから早くダイエット終わりたいんだけど、まずそれからだね話は。で中旬までちょっとこういう感じのラジオとかが多くなるかもだけど、まあ、みんながいい子にしてたらやりますので、そのつもりでそのつもりで言ってください。なんかね、あとなんかほらみんなで一緒にさ映画鑑賞しようよみたいなのも言ってたしさ、そうカラオケもまたやりたいしさ、ダンス配信もしたいしさ、ちょやりたいことたくさんあんのに、ほんとこいつらコメントしないわ、 SNS 反応しないわ、ちょっとほんとイライラしちゃってボイコットしたのですいません全部2割のせいです7位がめぐねさん、6位がごっちゃん、5位がおときちさん、4位がビスコさん、3位がジョタロウさん、2位がトリモキバーガーさん、1位がティンクさんです。
で、あと先月末の動画のやつは不備はなかったですかね、忘れられてるよ僕私みたいな人いませんでした、大丈夫でしたかね。一応名簿順に全部やったと思うんですけど、漏れてたら教えてください。はい、受け取れてないよって人がいたら教えてください。はい、よかった、見れてありがとうございました。またやりますね、プリプリ適当プリプリ、はいプリプリ